公益財団法人大原記念倉敷、中央医療機構倉敷中央病院リバーサイドは、岡山県倉敷市の民間病院。JFE スチールより、川鉄水島病院が、財団法人倉敷中央病院に譲渡されたもので、ある。元来は、川崎製鉄が、従業員の福利厚生のために設立した病院で、JFE 鶴の裏団地に隣接している。しかし、 近年の製造業の再編で、川崎製鉄も JFE スチールとなり、福利厚生の主社選択が実施された結果、病院を手放すことになったと思われる。同じ福利厚生であっても、自社で担う、必要のあるものは維持されており、鶴の裏団地には、独身料を新設している。上都後は、倉敷中央病院から多くの人材が派遣され、マルチスライス CT など、 最新鋭の設備も導入されている。また、エレベーターの増設など、施設も大幅なリニューアルが行われている。診察券も共用化が行われた。そうは言っても何もかもが変わったわけではない。以前と同様に、JFE 憲法との協力関係が維持されており、組合員の健康診断なども実施されている。人間毒、生活習慣病。 企業検診などを行う併設施設、ありがとうございます。